おおおお、この付近ってことですか。ちゃんとなった。じゃあ掘るぐらいしか思いつかないですよ。掘りましょう。これ貝殻じゃないですか。違うか。ん、どっちだ。ここでもこの辺で歩き回ってても、いや、なるか。何、じゃあ爆発でもしたらいいんですか。こんなわけない。この辺ではならなくて、ここまで来ればなる。ここは範囲内ですね。ここも範囲内。この辺なんですよね。ここだけ掘れない。それは貝殻があるから。じゃあこれ貝殻っすか。え、本当に魔法の粉巻きすぎてぐらい巻いたのに。本当に言ってます。話わかんない。あ、待てよ、ここですか。いや、でもここ掘ったような気もしないでもないな。どっちなんだ、上なのか下なのかすら分かってないんですよね。木、困った時の魔法の粉、魂を。いや、分からんって。ダッシュで壁当て。いやこんなに分かんないことある。ブーメランを下に投げると取ってきてくれる。そんなことはない。ここ、ここ、ああ、掘るしか脳がない。ここの行き来で鳴るので、間違いなくこっち側、ここの行き来でも鳴りますので、こっち側ですよね。で、この辺、ここ、ここら辺ですよね。に何をするの。爆弾、ブーメラン、いや、この木か。ん、でもここの上下の移動だとならない。で、ここだとなる。ってことはこれ下ですね、多分。ここの左右でもなる。じゃあここだ、この辺ですね。ここの方が近い。わかんないですけど、風の魚の笛吹いてみます。そんなわけない。盾を構える。2つ重ね合わせることができるのは爆弾矢ぐらいでしたっけ。あとはジャンプ斬り、ジャンプ弓矢、ジャンプマジックロッド、ジャンブーメラン。やっぱ上ですかね。これだけ上で反応するのであれば。でもこの、この木あたりな気がするんですよね。ここまで来ると反応する。ここがライン、ここがライン、どこだ、ここがライン、ここがライン、この辺なんですよね。ここだともうちょっと、はい、だからこの上のこの辺な気がするんですよね。爆発、うーん、爆発、マジックロット、ブーメラン、ブーメラン、フック。そっか、飛びつくことはできる。だから矢を撃つ、木を揺らすみたいなアクションもあるわけじゃないですもんね。これが持つの、持つじゃないとダメ。こっちも持ってみる。関係ない。燃やしてみる。なんか光はしましたけど、それは燃やすエフェクトですよね。こっちも燃やしてみますか。関係ない。ダッシュでぶつかる。おえー変な声出た。でもあーとやつ、お、ここも鳴るってことはこれですかね。違う、あ、この木か。さっきと同じことですか。はい、これを覚えてしまった。こちらとしてはもう全然、あー、楽しいですね。おお、ここもです、ここもです。ここら辺どこだ。こっち右寄りですか。ん、どっちだろう。上ではない、上ではなさそうですね。あ、そうですね、だからこの辺だ。この辺の草切ってないことあります。草切るじゃない。この木にぶつかる。そればっか、そんなわけないですね。ってことは、わあったー、やっぱ地面掘るですね。ちょっとあのわかんなくて、上から片っ端から掘ってたのがバレてしまう。ここ、え、この石ですか。危な、とりあえずあの子倒します。オッケー、これ、おはー、こんなとこあると思わないじゃないですか。よし、おここにもある。どこだ、これですか。そりゃ気づかないですって。これ貝殻センサーないと無理でしょ。うおー、これはなんか、この木はなんかありそうと思ったんですけど、おー、ルピーでしたか。
ここ爆発させたんですよね。ってことはここ掘ったらいいっすか。あいっせ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 い。今探索途中なんですけど、ちょうど40個になったので一回行ってみますか。なんかくれると思うので、これがハートのかけらなんじゃないかなと思ってます。でもあと10個どこかに、え、剣を掲げよ。しからば新たな力を。雷剣？剣のレベルが上がった？コホリントの剣だ。早速名前を書いて、名前を書いておこう。すぐ自分のものに従る。どういうことですか？コホリントの剣。授かった。切れ味抜群の剣。切れ味が上がったってことですか？攻撃力が上がった？本当ですか？片方を倒して、で、あ、一撃で倒せるようになってる。おお、すごいっすね。まあでもそうか。結局何か増えるっていうことは、なんかその貝殻を探す上で必要な何かが増えるってことはちょっとなかったですね。うわ、これ見逃してました。あー、ハートの器かけら。え？何？え？え？え？いや、斬撃飛ばせるようになってる。気づかなかった。すごー、これはすごい。だってこの子たちすら斬撃で倒せるってことでしょ。うーわー、おー、金言いましたよ。ってことはこの近くにあるってことはわかるんですけど、いや、敵が怖すぎてって感じですね。どっかでしゃがむんだと思うんですよ。どっかに水中にあるんじゃないかなと。いや、違うか。あの陸地ですかね、フクロウさんがいるところ。あれ？出ない。あ、体力がマックスの時だけとかですかね。あー、なるほど。ここかなと思ってきたんですけど。え、違うかな？ん？おー、ここですね。危な。いや、危なじゃないな。これは、これは多分、会話が終わったら、危ない。おー、避けられた。え、あー。まあ、誰かしらのところにはあるかなと思いましたけど、ごめんなさい、ちょっと、家の壺を割らせてください。ごめんなさいね。あ、え、あ、違った、ごめんなさい。あ、オップな、壺割らなくてよかった。そうか、そうか、そうか。あー、そういえば、手紙届けた後に、立ち寄ってなかったですね。よかった、早まって壺割らなくて。おここにもあるらしいですよ。上かな？いや、でも、待ってください。上は、全部掘ったんですよ。だから上じゃないんですよ。下か。ここでは反応なし。ここで反応がある。なるほど。逆から数えてみましょう。この辺ですね。だから本当にここなんだ。じゃあこれじゃないですか。え、違うの？ここ？え？ここ？ん？花は掘れない。え？でもここですよね。え？何があると言うんだ？ここですよね。どう、ここですよね。爆発させてみますか。違いそうですね。魔法の粉とか？この辺に突進。違うでしょう。でも上だと感じないんですよね。ここでもギリ感じなくて、降りた瞬間に感じるから、ここ、こっちのはずなんですよ。ここでもう感じる？でもここだと感じない？ということは、この下ってことになります？は？下って何？そんなわけないでしょ。ということは、ブーメランを投げる。あ？この下に何かがあって、それを取ってきてくれる。でも下ですよね。それも割と下の方。ここだと反応しないけど、ここだと反応する。じゃあ下じゃないですか、ここより。え？どういうこと？魂を呼び覚ます笛。まあ、なわけない。あ、そうか。これで、トドさんを呼び起こすみたいな。おごめんなさいね、マリンさんがいなくて。おリンク、そうですよ、そうですよ。あざざざざざざす。あ、まさかこんな方法とは。まあでも下っていう読みは合ってましたね。ブーメランは飛んだ見当違いでしたけど。お、ここもある。掘りますか、とりあえず。こことかっぽくないですか。えいけい、そういうこと。お、ここありますね。どこだ？でもこの穴怪しいですよね。この穴に爆弾を入れるとかですか。なんか前にも思ったような気はするんですけど、やっちゃいないっすよね。ほい、届いてないよ。ほい、オッケーです。どうすか？
おはー、そういうこと。ということはこっちもあります。でも反応はないですね。まあ入れるだけ入れてみますか。あ、どうやら下に落ちていったようですね。関係なかったかなと思います。こっちまではないですね。お、ここありますね、ここありますね。手当たり次第掘りますか。いや、この橋じゃないですか。いや、さすがにこんな遠くまでは届かないか。そうですね、こっち側だ。まあ分かったことは掘るではないということですかね。ん、どちらかというと上、ん、上ですか、これより上。あ、この上の穴に上から爆弾を入れるとかですかね。かもしんないので、ちょっとやってみましょう。あ、上でも反応するってことはやっぱりそうかな。外した。え、斜めこう。おお、いた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 。あ、オッケーです、オッケーです。はあ、なるほど。え、お、え、あ、ニワトリさんここに来てるんですか。いや、やっぱし飛ぶ、空飛ぶここが一番いいだよ。いいじゃないですか、飛ばないここだっていいでしょうね。お、来た。あーっと、これはどう考えても掘るところどうして掘ってなかったんですかっていうレベルですね。オッケーです。ざっくりこの辺まで来ましたけど、これで、47? じゃあ、あと3つどこ?ウルリラじいさんが教えてくれたりしませんか?あー、頑張れ!あと一息じゃ、わしも応援してるじゃん。ありがとうございます。ダンジョンの中ですかね。なかったです、反応は。ってなったら、亀岩でなかったらもう他のダンジョンは割とちゃんと見てると思うんですけどね。いや、ダンジョンが一番ちゃんと見てるので、それ以外の可能性の方が高いんじゃないかな。現状このタバールの林と墓地で何かしら起きた記憶がないんですよね、多分。そうですよね。だからここがある理由があるって考えると、ここに何かしらあるんじゃないかなと思って、まずはこの子たちを倒します。まあ確かにこの辺を掘って出てきはしましたけど、それだけの場所なんですかね。ボス的な何かがいるとか。まあだから、魂与える笛吹いたら何か起きたりします?木。まあ、ちょっと数箇所で吹いてみたんですけど、なんもないですね。墓地でも吹いてみたことあるんですけど、なんもなくて。でも墓地は動かせるのが気になりはするんですけど、じゃあどういう動かし方をしたらいいのっていう話で。再び火をつけてみても、そもそも火はつかない。まあ一応今ある分だけ、47個ですか。埋めてみますか。でも到達しないですよね。そうですよね。あと3つ?ありましたありましたありました。あ、ここか。わかんなかった。ここが、まあ、道中何もないのは変かなと思うので、なんか調べていく。おお、動く動く動きますけど、ここは特にない。なんかちょっと確認していきましょう。いや、おお、あ、階段がある。これが秘密。はっ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 は。あっ、毛です。あそこ以外は特に何もないですかね。この子たち動かしても、なさそうですね。この辺に秘密の貝殻も、貝殻はないですけど?これ、この、ひび割れた扉の向こうは、に、もしかしたら貝、ハートのかけらも確かに欲しかった、確かに欲しかったですね。わあ、嬉しいですけど、違った?いや、まあそうですね。ハートのかけらも多分これで、でも、だとしてもあと一つ足りないんですけど、ハートのかけらが。え?いや、あと4つ取れてないか、あと1つどこか逃してるか。え?こんな、だって、中途半端なわけないですもんね。ちょっと、ハートの、
かけらはあと4つなのか器はあと1つなのかわかんないですけど、もうないですし、秘密の貝殻もおそらくあと1個どこか見つけられてないですし、パネイシ11話微妙すぎるのでもう全然ですけど、ちょっともうあとは新しいパネイシどんなんが出たかなっていうのをちょっと見させてもらって、で終わりにしたいと思います。え、魔物増加プラスチップ、やばすぎどこで手に入れたのが魔物増加のプラスチップだったんですかね。あった、あー、いや、やっぱりなんか増えるやつってボス系ですよね。なんかもうちょい平和なマス、お、これ平和っぽいっすね。あー、なんかあの夢みたいなところみたいな感じで、あの埴輪さんがたくさんいるところですね。でプラスチップの魔物が増えるやつ鍵の穴ぐらのハートを完全に取り忘れてました。これでハートが20個、多分これで全部だと思います。揃いましたね。ここ小さな鍵は余ってるのは、多分なんか順番を間違えてしまうと多分小さな鍵が余るような気がしたんですよね、やってる時に。なんで多分そのための予備の小さな鍵なのかなと思ってます。ということで、ゼルダの伝説夢を見る島をプレイしました。ここまで見てくれてありがとうございます。